ショールームをご覧の皆さん、こんばんは。私たちニアリーコールジョイです。よろしくお願いします。わーい、よろしくお願いします。はい、こんばんは。今日のオープニングは私、高橋舞が進行させていただきます。よろしくお願いします。くまい、お願いします。すごい、くまいだね。くまいです。じゃあそれでは皆さんと一緒にタイトルコールをするので、私が、火曜は、あ、私たちが、うわ、火曜はと言ったら、上位ドンとコメントお願いします。お願いします。はい、打ってください皆さん。はい、お願いします。いいからね。ね、今日は、背景可愛くないですか、このハート。待って、可愛いクマちゃんいる。ちょっと待って、なんか、ここにクマ、猫クマ、こっちも可愛い。そう、なんかね、こういう感じでね、バレンタイン仕様なんですよ。そうなんですよ。はい、じゃあ、ね、打ってくれてると思うから、そろそろ行く。はい、じゃあ行きますよ、うん、それでは行きます。せーの、火曜はジョイドン。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。はい、私たちニアリーイコールジョイ、略してニアジョイは、指原莉乃さんがプロデュースされているイコールラブさん、ノットイコールミーさんに続く第3のグループです。はい、この生放送で皆さんとのコメントの交流をしながら、さまざまなことに挑戦していろいろな一面を見せていきたいと思います。はい、それではここでメンバーの自己紹介をしていきましょう。今日は全員2月生まれのメンバーということで、自己紹介と一緒に自分以外の2人の好きなところを話していきましょう。はい、ということで、一番お誕生日が早い順からいこうかな。はい、じゃあ、ももかからどうぞ。はい、神奈川県出身、18歳になりました。ももちゃんこと山田ももかです。ももちゃん、ありがとう。はい、2人の好きなところはですね、ゆうかはすごい私のお姉ちゃんで、いつも言ってくれてなんか、なんて言うんだろう、すごい甘やかしてもくれるんですけど、うん、甘やかすだけじゃなくて、ダメなところはちょっと、ももか、ダメだよって言ってくれるところがすごく好きな場所です。嬉しい、やったね。で、前はもう本当にいつも電話してくれたりとか、めんどくさい私に付き合ってくれるところがとてもラブです。めんどくさくないよ、ラブだよ。はい、じゃあ次、ゆうかさん。はい、福岡県出身の19歳、ゆうかこと村山ゆうかです。ゆうか、お願いします。はい、私は2人の好きなところは、じゃあももかはまずこう、みんなも他のメンバーもそうなんだけど、うん、みんな以上に周りを、うん、なんか周りのみんなを取り逃さないところがあるなって思って。取り逃さない？なんかすごいこう、いろんな子に特に話しかけに行ってるイメージがあって、ね、なんかもう一人になってる子見つければもう即座に、うん、なんか誰々も一緒に入ってよみたいな、うん、おいでよみたいな、うん、誘うのがめっちゃうまいなと思って、うん、私も、私もなんか結構なんかね、もうみんなわちゃわちゃしてるから、うん、そう、もう私はこう見守りたいみたいになってる時もすごい声かけてくれて嬉しいなって思って、いや来てほしいからですよ。すごい優しい一面があるのがすごい大好きですね。はい、で前はですね、うん、最新のものにほんのとにかく詳しすぎて、なんかすごいニアジュの発信源だなって思いながら、すごいいいなって思ってます。ありがとう。いいね。なんか最近だとコンビニスイーツ、なんか最近じゃないけど、そうヨーグルトみたいな、なんか知らなくてすごいみんなに発信してってるなと思って。ニアジュの最初にね、ユトドの前だと。そう、情報源になってます、私の。最先端を行きたいと思います。いい、ありがとう。行ってください、これからも。お願いします。はい、じゃあ私行きます。兵庫県出身、まだ18歳です。マイマイこと高橋舞です。マイマイ、マイちゃんがいいんだっけ。あ、そうだ、マイちゃんがいいんだけど、今のマイマイ。そう、はい、ということで2人の好きなところを順番に言っていきますと、じゃあももかからなんですけど、ももかはなんかいつもなんか結構なんかやっぱりメイクとかに詳しいから、似合うものとかをすごい教えてくれたりとかして、結構メンバーがね、みんなね、ももかに聞きに行ってるイメージがあるんだよね。なんか聞かれるでしょ。さっきね、ゆうかにおすすめした、おすすめした写真撮りました。ゆうかちゃん写真撮ってナバナバって可愛いやりとりを見てました。
そこが素敵だなと思って、ゆうかちゃんはパフォーマンス中の私はもう歌声がすごい好きで、なんかね、ちょっと表現できないんだけど、なんか上がるんじゃないんだけど、もう出し切ったスパーンっていう歌声が真似してもできないので、なんかかっこいいなと思って、君夢とかセンター曲がすごいかっこよくて素敵だなって思ってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、でもね、今日はねバレンタイン近いっていうことで、ちょっと可愛いカチューシャをね被らせていただいてるんですけど、あの前はクマイで、クマイなんか最初ポニーテールしてたんだけど、あのそれを被りたい、クマイがクマイがマイになったあのポニーテールしてたんだけど、あのこれを被りたいってことでツインテールにしてて可愛かったですね。ありがとうございます、ね、で私たちはあの色違いつけたんですけど、はい、あのこれメンバーから交換して、いつもは絶対私はこっちつけるけど、うん、絶対こっちつけてってお願いして、ちょっと交換っこしてみました。そう、どうかにしら、どうかしら、意外性がすごい可愛い。私はもう画面に映る自分が見慣れなさそうで、そわそわしちゃうんだけど。可愛いってよ、みんな可愛いって言ってくださってます。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。ということでね、じゃあ早速オープニングトークの方に参りたいと思うんですけれどもね。はい、明日は何の日ですか ?2 月14日皆さん。バレンタイン。バレンタインなんです。正解ですよ。ということでね、チョコレートとか渡したりとか去年もメンバー間であったと思うんですけど、みんなはメンバーもそうだしファンの皆さんも手作りのチョコで何作りたい、逆に何欲しいっていうテーマなんですけど、なるほどね、確かに何作りたい、みんなはバレンタイン作りたいもの、今までは私は結構クッキーを作ることが多かったかな、多い気がする。いい、ね、大量生産してたかもしれない、どうしよう、ちょっとさ、一旦さ先に後ろでも何を話すか、何を話すか、トークコーナーのやつぐらい、でもね、大丈夫、でもいいね、後ほど話すか、話すか、やばい、バレンタイン気分だからね、マイミーム、マイミームがちょっとマイさん、はい、いけるか、ちょっとショールームの機能について詳しくご説明していきたいと思います。詳しくないよ、はい、はい、名前付きのコメントやギフトを送るには無料の会員登録が必要です。まだの方はぜひ会員登録よろしくお願いします。お願いします。ギフトを投げたりコメントに応じたりするほど、あなたのアバターが上の方に表示されます。エンディングでは上位13位から1位の方のお名前をお呼びします、はい、さらにランキングとは別にタワーを送ってくださった方のお名前もお呼びします、はい、ありがとうございます。それではじゃあここで番組を拡散していただくためにスクショタイムを5秒したいと思います。はい、はい、皆さんぜひスクショして番組を拡散してください。よろしくお願いいたします。お願いします。え、ポーズさ何にしますか。2月生まれだけど、確かにバレンタインも近い、どうしよう、可愛い系、ね、これも撮って先出てる、確かに、あ、これも撮、これ持っていいんだ、あれ持ってた、これ持ちましょう、やった、チョコですよ皆さん、はい、欲しいか、いきますよ、準備大丈夫、いきます、それではスタート、5、4、3、2、1、カン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 、ありがとう、ありがとうございます。かわいいね、ありがとうございます。上手に撮れたお写真はぜひハッシュタグジョイドンと一緒に SNS に投稿して番組の宣伝と拡散をよろしくお願いします。お願いします。5000枚撮ったって、最高じゃん、全部消しちゃダメですよ、消しちゃダメです、はい、OK かな、はい、待って、違う、ごめん、本当にごめんなさい、何もないです、おお、はい、あ、全然全然、はい、じゃあ皆さん今の撮った写真もどん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 拡散してお願いします、はい、ということで続いては私が MC でトークコーナーをしていきたいと思います。仕切り直しで、仕切り直しで、もう皆さんトークテーマ知ってるから、もうコメント期待しちゃいますよ、はい、みんなさ期待しちゃうからね、コメントいっぱいお願いします、待ってますよ、はい、ということでこのトークコーナーですね、番組前に、本番前に私たちが考えて決めたトークテーマで皆さんのコメントを読みながらお話ししていきたいと思います、はい、はい、で最初のトークテーマは
手作りチョコ何作りたい何もらいたい、うん、ですはい、ということで、はい、デジャブみたいな、はい、何作りたいかからまず聞く、はい、なんだろう、そう、私はね、だからさっき言っちゃってて、そうそう、クッキーをね、よく作ってたんですよ、うん、毎年なんか絞り出しクッキーっていう、うん、なんかあのホイップクリームさ、うんうん、絞るみたいな袋にクッキー生地入れて、うんうん、なんかね、ハートとか星とか、そうそうそう、そんなにさ、絞るのでさ、うまく作れるの？結構なんか、うん、本当にケーキ作ってるみたいな感覚でクッキー作れてすごい楽しいんですよ、すごい絞り袋が似合う、ゆうか、やったこうやってね持ってるのがそう、スイートシックスティーンでも思ってますしね、そうだね、やってたね、私もあのチームいいなぁ、羨ましいなぁと思ってた、みんなでね、食べたけどね、そう、ちょっと脱線脱線だからさ、そうだね、美味しかったよね、うん、美味しかった、そうなんですよ、で、クッキーでね、クッキーで、作りたいものは、お、私は、でもなんかチョコではないんだけど、うん、バレンタインのお菓子で言ったら、うんうん、私めっちゃ難しいんだけど、うん、マカロンを作りたくて、なんかおー、いいね、ね、すごいさ、なんていうの、あのコロナの前とかに結構手作りのお菓子とか作るの好きだったんだけど、うんうん、マカロンは本当に時間となんか繊細なお菓子すぎて、うん、いつもビシャーンってなってるの見て悲しく、オーブンっていうか開けるから、うんうんうん、なんか上手に作れたら嬉しいなって思います。難しいよな、難しいよ、繊細な、繊細な、繊細な、何にしようかな、私いつも食べる専門でやってきてたので、あら、あの、でも妹がね、うん、いるんですけど、妹がお菓子作りすごい好きで、あのバレンタインの時期じゃなくても結構あの、うんうん、いっぱい作ってて、何に作ってあげるってもらってたので、いい、ね、あのその中で全然バレンタインのお菓子じゃないんですけど、前になんかファクト作ってて、すごい流行ったやつだ、そうそう、流行ってた時に作ってくれて、うんうん、すごいね、あの美味しかったので、でもどんな感じで作るのかわかんないんですけど、うんうん、いつか作ってみたいお菓子ではあります。おお、作れると思う、本当なんかね、作ったことないけど、うん、作ってる動画は見たことある、あ、なんかさ、乾燥させるんだよね、そうそう、寒天みたいな感じですね、そうそう、乾燥させた気がする。え、逆にあのコメント、皆さんはね、何のチョコをいつもは作ってるんですか、誰にあげてるんですか、誰にあげてるか、おだよ、お、もうもっと言わない、もっと言わない、もっと言わない、逆に男性の皆さんは誰からももらってないですよね私たちの他の人にもらってるとかってあるんですか、あるんですか、さすがだな、もうなんかね、感心しちゃうの、私もう本当に大好き、お勉強の会、こういうのが可愛いですよ、なんか、すごいねって言ってくるんだよね、だってすごいんだもんお勉強の会ですよ、これもらえてない、本当本当かしら、まあ明日はね、あ、でもお母さん、うん、お母さんからもらってるって、おお、お母さんいいよね、うん、私も結構家族にあげてた、あ、本当、うん、パパにあげた、私あげてない、お兄ちゃんにはあげた、あ、え、すごい、うん、あげたあげた、え、パパにもあげて、ごめんごめん、パパ見てたらごめんごめん、お、シュークリーム、生チョコ、あ、生チョコ、生チョコ、生チョコ、確かに、え、シュークリームって難しいのかな、作るの、難しそう、なんか膨らむのが、うん、そうそう、難しいって聞いたことある、なんかレノンが作ったっていうのをね、ちょっと前に聞いたんだよ ね、なんかレッスンの時にさ、作ったやつもらったよね、あれ本当に美味しくて、チョコもなんかチョコなんでしょ、チョコ、チョコなんでしょ、美味しいチョコだった、そう、なんかチョコレート屋さんにあるようなチョコでしょ、そう、パリッてするやつ、パリッてするやつで、中が柔らかいんですよ、そうそう、食べたかった、え、どうですか、そう、いなかった、その日、え、ちょっと、いや、私が着いた頃には美味しかったの感想がもうみんなから流れて気になりすぎるので、今年はね、もらいたいなと思うんですが、はい、どうしよう、みんなも今年はどうするの、決めてる、でも、明日ですよ、作ろうかな、すごい、作る、ボンボンショコラみたいな感じかも、そうそうそう、みんなは作るのかな、今日はじゃあ13日の夜だよね、帰りに買ってくって、確かにチョコメラですよ、チョコメラだね、そうだよ、汚いと、そうだよ、みんな何が作るんだろう、ね、何作ろうかな、ね、じゃあちょっとみんなの案を、ね、楽しみ、ちょっとね、いただいたので、そうそうそう、考えます、たくさんしましょうか、はい、じゃあ続いていきますか、はい、次はですね、はい、まあ私たち誕生月
のメンバーなので、うん、誕生日にちなんで、はい、今年1年でやりたいことや叶えたい夢について話していきたいと思います。誕生日っぽい。じゃあこのトークテーマ考えたのが舞なので、うん、舞からいきますか。はい、はい、そうですね、今年やりたいこと叶えたい夢っていうことなんですけど、うん、私はちょっとね頑張って、なんか今年の目標は前にすごいね、うん、なんかね、ニヤズイってみんなスタイルがいい子が多いから、それこそ今日の2人とか本当にスタイルがいいのだから、なんかあの、なんて言うんだろうな、今年1年はスタイルを良くして、あの X に全身写真をいっぱい載せれるように頑張りたいなって思います。よくね、ファンの方とかになんか全身写真が欲しいなって言っていただくことが多いんだけど、あんまり撮ったことがそんなにないので、今回は今年は頑張ってみたいなと思うのと、今年はちょっと19歳になるし二十歳の手前なので、もうちょっとお姉さんに、姉さんだよ、ね、違うだよ、お姉さん。でもいつもなんかおしとやかになるっていつも言ってるけど、なんかそれこそあゆみんとかゆうかちゃんとか、なんかあのお姉さんですけどみたいな、確かに、なんかみんなをみんなをなんかお姉さんみたいな感じの人になれるように頑張りたいです。どっちも良さだけど ね、 明るいのが前の良さでもあるから、うんうん、どっちも残しつつ、ね、そうそう残しつつ、じゃあ大人っぽくなりまして、全身写真もじゃあ期待しましょう。次大変な話し会あるからさ、その日に載せな。じゃあ、はい、結構あれだよね、なんかレッスンの時とかでも私服のイメージある、あの、うん、来る時がね、そうそう、ジャージジャージで行っちゃうから、うちアブソリュートパーカーレッスンでも着てるんですよ、ね、着ちゃうよね、結構いいんですよこれ、うん、そうそうそう、いいね。次ゆうかは、はい、私やりたいこと叶えたい夢、うん、なんだろうな、なんかやってみたいなって思ってるのが、うんうん、なんか最近前髪すごいあの不調なんですけど、嘘、え、そう、めっちゃ好きだよ、かわいいよ、なんかね、なんか最近しょっちゅう言っちゃってるんだけど、分け目変わったのね、あ、言ってたね、そう、うん、でなんかこの不調をいいことに、なんかこうヘアアレンジとかをちょっといい方向転換していけたらいいなと思って、うん、そう、私あの編み込みとかできないんですね、あのだとちょっとバリエーションが少なくて、うんうんうん、それこそ今回もお話し会とかも今月もたくさんさせていただくんですけれども、まあ、バリエーションが同じならないようにちょっといろんなおしゃれにもね、はい、興味を持ってもっともっと可愛くなりたいなと思ってます。可愛 いです編み込み一旦ツインテールにだって、あ、一旦ツインテール、なんかツインテール、うん、そんな見たいのみんな、ないよなんかすごい渋ってんだよね、いつも違うの、もっとね似合うメンバーがいっぱいいるから、いやいやいや、可愛いじゃないですか、でもたまに会うのいいよね、みんなね、わかる、そのゆうかはたまにやるからこそいいんですよ、うん、だからちょっとね、あの定期的に、うん、あのまあ、3ヶ月に1回は見たい、うん、そろそろハーフツインが見たいです、そろそろ、あ、ハーフツインが見たいです、1年半ぐらいしてない、え、でもライブでも見たい、なんかいつもライブだと、ね、ポニーか巻き下ろしか、うん、あのハーフアップかとか感じだから、そうだよ、ね、ハーフツインでやってほしいライブ、うん、それよって来てるもん、じゃあ今年でもね、やりなさい、今年いつかはしたいなとは思ってるあのタイミングをね見計らってるの、うん、そう悩んでるので、まあ、いつか見れたらいいなと思っててください、はい、超楽しみにしてます、お願いします、はい、私はやりたいこと、今年1年でやりたいことは、うんうん、ずっと言ってるんですけど、私サンリオさんが大好きなので、うんうん、ピューロランドでライブがしたい、うわ、うん、めっちゃいいねいいな、先輩方もスペシャルイベント、スペシャルライブ、うんうん、であのピューロランドでやられてたりするじゃないですか、だからニアジョイもちょっと、うんうん、したいなみたいな感じですごいずっと言ってるんですけど、うんうん、それがあの今年中に叶えられたら嬉しいなって思います。みんなで頑張ろうね、頑張りたい、うん、頑張る、今年はもうデビューをさせていただいている年なので、う、もう走り、そうだね、スタートダッシュでもうめっちゃ速く走る、全速力なので、はい、頑張ります、これからも、はい、じゃあ次いきますか、うん、パパッと行こう、じゃあ次パパッと行きます、うん、じゃあ最後のお題です、はい、自分の中でのヒット商品は何ですか、はい、という、はい、最近のなんか最近の、ね、最近来てるなこれみたいなのが知りたいなと思って、ね、みんなのも知りたいしね、うんうんうん、だからみんなもあったら皆さんも教えてください、ぜひ、なるほど、思いついた人からで全然ありますか、みんな、あ、みんな、うーん、私ね、なんだろうなって、最近のヒット商品、うん、なんだろう、
私チョコにめっちゃハマってるの最近、めっちゃハマってるの、チョコ。なんかね、一回食べるとさ、チョコって止まらなくならない。バレンタインみたいに戻っちゃったけど、だからね、チョコをなんか見たら、お店にこう、斜め動いてるみたいな急カーブしちゃうくらいに最近ハマってて、私はね、なんだろうな、なんかそれこそ生チョコっぽいチョコに最近ハマってます。いい、ね、そう、なんかいい糖分、うん、糖分摂取なのよ、いい、リハ前とかによく食べてます。はい、そう、吸収してます。私はヒット商品、うんうん、ご飯系で言うと、うん、コンビニで買える系で言うと、うん、あの私結構朝に朝弱くて、うんうん、あの起きて朝早い撮影とかレッスンとかだと、ああもう血圧が上がらないよってなるんですね、うんうんうん、でそういう時にあのコンビニに駆け込んで、あの1日のなんか取るなんか1日分の野菜が取れるジュースみたいな、あんじゃん、野菜ジュースみたいなやつ、うんうんうん、あれを飲むだけでめっちゃ元気になるんですよ。なんか最近言ってるよね。 それ本当にすごくて、すごい、なんか今までの悩みなんだったんだろうくらい、うん、すぐ元気になって、すごいじゃん、めっちゃ踊れるようになるから、すごい、なんかすごいなと思いました。いいね。じゃあ皆さんももう朝ちょっともう今日動けないよみたいな時はもう野菜のジュースを片手に頑張ってください。飲んでください。いいね。じゃあ前は？そうですね。私は二人が今食べ物ってきて、なんか食べ物で行きたい気持ちもあるんだけど、本当に活用的で感動したものがもう現実的になるんですけど、ポケット Wi-Fi です。超タイムリーじゃん。さっき言ってた。さっき言ってた。僕はでもさっきすごい本当に話してたんですけど、ポケット Wi-Fi って、カバンの中に入れて電源を入れているだけでもう Wi-Fi がついてるんですよ。 Wi-Fi の説明って思ってるちょっと面白い。まあ、仕事じゃないよね。うんうん、でも便利だよね、外でいつでも確かに使えるからね。やっぱり月末とか結構なんか使っちゃうじゃん、みんなやっぱり、うん、そうだね、お仕事とかで使っちゃうときになんかあの快適だなと思うので、すごい買ってみて快適だなって思いました。おー、いいね。いいね。確かに Wi-Fi は大事。皆さんとかも私たちの動画とかを見るとさ、ギガがね、あれだから買ってみてください。お願いします。買ってみてください。はい、ということで、じゃあね、今日すごいいっぱいトークコーナーで喋れたので、うん、まあ私たちのこともいっぱい知ってもらいたいんじゃないかなと思います。はい、では続きのコーナーで、それではここからは私、山田桃花の進行でこんな企画に挑戦したいと思います。はい、題して2月生まれ3人組の真ん中誰だ誰だ誰だ。はい、こちらのゲームはですね、うん、今から糸というカードゲームに似たゲーム企画で盛り上がりたいと思います。はい、はい、説明しま す, お願いします。まず3人に1から100のうちどれかの数字が書かれたカードが配られます。1人1枚、うん、でその時に自分のカードの数字はカメラや他の人には見せずに自分だけ見て確認しましょう。はい、そして次にお題が出題されます。はい、例えばお題がバースデーケーキの豪華さっていうお題だとしたら、100が超豪華なケーキで0が超質素なケーキというお題になるとしますね。はい、そしたら私たちはそれぞれ自分がさっき聞いた数字が表すと思うケーキをスケッチブックに書いて発表します。はい、で放送をご覧の皆さんが3人のうち真ん中の数字の人を予想して投票してください。それで投票機能で1位になった人が本当に真ん中の数字、例えば3人のカードの数字が20、50、80だとしたら、真ん中の50の人が1位だったら3人の回答が正しく伝わったということでミッションクリアになります。はい、はい、ですがこちらのゲームですね、うん、お題やカードの数字の感覚がだんだん難しくなっていきますので、回を重ねるごとに協力してオールクリアを目指しましょう。はい、はい、このゲームはね、協力ゲームですから、はい、みんなでね、頑張るっていうやつですね。そうだね、頑張っていきましょう。はい、私ジョイドン史上初めて知ってたゲームでした。本当糸大好きで、すごい楽しみです。その糸をやってる動画を見るのが好きなんですよ、 YouTube で。YouTube で載ってるんだ。そ う, う, そうやってる人がいて、うんうんうん、ゲーム実況っていうか、なんかゲームやってる、うんうん、みんなでパーティーゲームみたいな。そう、皆さんは知ってたかな、てか説明分かったかな、大丈夫。まあやってみて真ん中を投票したらいいです。そう、はい、そういうこと。やってみましょう。
はい、ありがとうございます。何色がいい？何でもいいよ、好きなの取って。何でもいい。じゃあ、はい、見やすい色にする。確かに青とかにしよう。じゃあ黒にする。じゃあ前は水色。はい、じゃあお題をね、お願いしますか。はい、最初の例のお題でやってみましょうか。ありがとうございます。じゃあさっきもね、説明したこのこちらのケーキの豪華さのお題でやっていきましょう。はい、今からね、あの数字のカードをいただくので、はい、それに近い絵を描いていくよ。はい、描いていきましょう。描いていこうよ。日曜じゃ最初は簡単な、簡単な振り幅で、じゃあまずは簡単な振り幅でいきたいと思います。どうだろう、え、これって絵で描くタイプ、文字で描くタイプ、え、でもお任せする、絵かな、オッケーオッケー、でもなんかそう、うん、え、じゃあ絵だね、絵です。頑張りますね。絵得意な人頑張ろうね。じゃあみんなで頑張ろう。今若干空気になる。でもさ、私さ、あのゆうかのさ、モーメントさ、結構手書きのモーメントで、ね、おはよう。そう、手書きなの、私、うん、私絵もたまにさ、描いてるじゃん。そう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 、バレンタインチョコとか、ね、描いてさ、だからさ、うまいよ。手で描いてる、携帯のあのちっちゃい画面にこうやってるってすごいことだから。すごい、私できない。ありがとうございます。引いていいよ。あ、じゃあじゃあこっちにします。はい、ます。じゃあ見せちゃダメなのでね。はいはい、見ました。見ました。めっちゃ似ちゃうくなったかも。はい、じゃあ書いていきますね。はい、じゃあ自分の思うレベルのケーキを。ケーキですね。難しいな。どんな感じ、まずさ、ケーキがうまく書けないんだけど、どうやって書いたらいいの。私やばいから、私絵やばいんで、すいません、謝っときます。ケーキって難しくない？すごい、もう間違え、もう間違えたかも。ケーキって難しいよね。え、やばい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 。これ皆さん、あの絵の何、読解力っていうのかな。待って、これってさ、どういうことなの。ちょっと待って、おかしいかも。ちょっとお任せしきなんして書くわ。ちょっと恥ずかしいから、これ、あと裏映ってる？あ、見てない。なんだろう。はい、みんなさん、描けた？できました。え、全然できてない。いいよ、余裕で。描けた人から聞いてみて。あ、そうですね、なんか難しいね、はい、全然描けないんだけど。ちょっと待って。じゃあ、前描けた？描けた。じゃあ、前から行く？オッケー、前見せればいいの？だよ。オッケー、行きます。せーの、じゃん。どこに書いたの？ あ, あったあった。はい。おお。結構、なるほど。解説があるわ。どうですか？あの、なんか、うんうん、サイズとかも言っていいんですか？サイズどこも言っていい？こんくらい。おお。本当にこんくらいの感じなんですけど、なんていうの？まあ一人で食べれるくらいですかね。お、まあまあどんくらいでも食べるんですけど、こんくらいです。なるほどなるほど。はい、オッケーかな。じゃあ私も行きますね。私はじゃじゃん、こんな感じです。え、うますぎる。うまい。チョコスポンジにジャムもついてる。はい、これはこっちだった。ジャムなのがポイントです。あ、ジャムなのがポイントの、まあ、スポンジは実際何味でもいいんですけど、カットケーキ、あ、カットケーキな感じにしました、うん、おどうかな。ジャムなのがやっぱポイントだね。断面は、はい、これここ、あ、うん、なんか感覚が分かんなくなっちゃう。ここが、これがジャムですね。ジャムと、うん、ジャムです、ジャムです。全部ジャムなんだ。待って、絵が下手すぎて何も考えない。お腹空いてきた。私のせいでゲームが成り立たないかもしれません。大丈夫よ。でもね、今これとこれでね、うんうん、なんかちょっと大体の想像はつけるかもしれない。私、行くよ。あ、次だ。じゃあ、ももかお願いします。本当に私、何か分かる？まず、え、すごい、すごい、すごい、なんかね、なんかすごい、すごい、なんか飛んできそう、空に。これは、ちょっと解説すると、はい、これはですね、1個のケーキだけど、うんうん、これ、この下に乗っ、下に、の上に乗ってんのよ、このケーキ。え、2段なの？ここは空洞？うん、ここもでっかいケーキで、あ、でっかいケーキの、いっぱい乗ってんの、これが。これがいっぱいあるっていうこと。なるほどね。あの、シャンパンタワーみたいなこと。あ、そう。あ、そういうこと。すごい。これは、ロウソクです。ロウソク。火。ロウソク？なんていうの？キャンドル？違う。ロウソク？うんうん。ロウソク。バースデーのね、うんうんうん、ふーってやるやつです。うん、これが一番うまい。
ね、それ以外マジでこれ以上ない。でもあれだね、あのなんかさ画角ちょっと近めに見たって感じ、うん、そう、こんぐらいあるってことでしょ、うん、続きが100超えてる。確かにやばい。じゃあ皆さん投票番号振ってた、番号振って、じゃあマイムが1、ゆうかのが2、はい、ずっとこの番号の方がいい。じゃあ3、はい、これで投票を取っていきたいと思います。真ん中ね。え、すごい、なんかゆうかのパティシエのなんか、ね、なんか作るさ設計図みたいな、ここ何ソースみたいな。真ん中を皆さん投票して、真ん中を皆さんお願いします。投票スタートしてます、まあね、これはね、まず初めのそうだ、ね、初級の問題ですから、多分ケーキだから苦手だったのかも、書くの私結構円形のものを苦手なので、うん、その形縛り、四角のケーキ書いてあることじゃん、はい、ケーキが苦手だね。何だろう、皆さんの気になるね。難しいね。何だろう。でも食べ物、うんうん、青で描くだけでさ、ちょっと食欲が、あ、すいません、ね、いいよね。私だけ真ん中の美味しそうレベルの人を投票でお願いします。一応3人みんな投げられた。うわ、おー、本当だ、結構カラフル。本当だ、みんな全部に投げちゃダメだからね。ああ、うん、どうだろう、そろそろいいですか、ね、じゃあ、じゃあ投票締め切りまで5、4、3、2、1、チラー、はい、ありがとうございます。ということで投票結果を見たいと思います。じゃーん、お、2が多い、66%、 2、私、うん、が真ん中だと皆さんは思ってくださったので、うん、私もそう思います。前もそう思う、私もそう思います。じゃあさ、あのカードの、これ見せる、カードの数字を見せていくよ、みんな、いくよ、いける、うん、せーの、じゃん、20、20、50、90、おお、正解、皆さんありがとうございます。これは、ね、正解だ。ゆうかが、ゆうかと前のおかげでできたんですね。150だもんね。150って感じ。いや、90の時点で多分これより上はいないなって思っちゃった。うんうんうん。から、うんうん、いい感じ。これからはこれが通用しなくなるからね。感覚があれだって。90でも一番低い場合もあるってことだもんね。じゃあ次。いいですね。皆さんルールはいい感じでしょうか。こんな感じで進めていきたいと思います。私は分かりました、今ので。最初から皆さんいい感じですよ。はい、はい、どうぞ。みんなこれが問題ですかね。はい、お題、はい、箱を開けた時のリアクション、0が無表情で、100がめちゃくちゃ驚く。おお、その箱を他の人からもらって、 はい、ありがとうって開けてリアクションしてください。あ、はい、書くんじゃなくてリアクション。なるほど、演技力、これ演技力きた。今後の仕事に関わる。じゃあ行きますか。行きましょう。どうぞ。どうぞ。行きます。じゃあ次、真ん中から行きます。いい、うん、じゃあこっちに見てみます。ありがとうございます。じゃあ見ます。はい、おー、てこれわかんない、自分のあれが、分かんない、自分の感覚を信じる。そうだね、そう、分かんない、分かった時のね、それもそれでも分かっちゃうからね、ダメよ。はい、言っちゃら、言っちゃら、かわいいな。はい、じゃあ行きますか。じゃあ前から行く、うん、ま、1、2、3で行く、そう、ね、また、全部今から 1、2、3 にします。うんうん、じゃあ、前にちゃんと渡すところからやるから、ゆうかが渡して、はい、じゃ渡すの何もいらないよ。そこはリアルじゃないね。そこはいいですよ。どうぞ。ありがとう。なんだか、なんだな、うわー、おーです。おー、でも一発目だから、一発目だからね。ほう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 。じゃあ、続いて私いきます。はい、じゃあ渡しますね。はい、ゆうかどうぞ。ありがとう。うわー、なに、なにこれ、なに、うわー、すごーい。なに、すごい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 、ちょっと難しいかも、これ。むずいね。ちょっと、わかんないな。わかんない、ガチがないとわかんないね。難しいよ。マイとゆうくんのさ、わからんわ。私もね、わかんなかった、今。そう、わかんなくて。うん、私が前よりどっちだろうなっていうので、うん、ちょっとつけてみた。なんか今かわいいことしかわかんない。じゃあ最後ももかいきましょうか。もらいたい。ももか、どうぞ。やった、ありがとう。なんだろう、なんだなんだ、いきます、開けるよ、うん、
ありがとう。うめえ。うまい。って感じかな。すごい。待って、モモカ。いいじゃん。なんか絶妙なラインです。いいじゃん。いいですよ。リアル。じゃあ皆さん分かったかな？はい。どうですかね。うん、じゃあマリから123なんですけれども。はい。真ん中だね。お願いします。うちら的にはどう思うかじゃあ考えとこ今、でも私ちょっと私は一番低いと思う自分では、うん、私もそう思う。なんかそんな気もしてきた、うん、でも優香は優香も前もさちょっとオーバーリアクション人生じゃん元々ねだからさちょっとさ分からん、うん、私もここ2人が分かんない。どっちが、うん、うん、上か下かが分かってない、うん、そうなの。私もどっちだろう。ピースしてる。2番だよ。2番。それあれがさ、いつもさ、うん、こうなんかした時にすごい結構驚いてる系の人だから。うんうんうん、その感覚がね、分かんないから。でもどっちだろう。でも。そろそろですか。そろそろ。そろそろ。私はじゃあ優香と予想。あ、やっぱ前。真ん中は私も前な気がした。じゃあ私も私。オッケー。じゃあ皆さん。終了しますよ。せーの、5、4、3、2、1、終了。ありがとう。ありがとう。結果は何だろう。じゃん。2が多い。また私？私が真ん中ってこと？そうだ。おお、なるほど。2なんだ。意外とね。じゃあ、うん、みんな答え合わせ出しましょう。自分の答えと。私、待って、わかんないな。結構僅差だね、私の前、うん、まあ、そんな意味だったよね、多分ね、うん、似た感じだったもんね。じゃあ、いくよ。いきます。はい、はい、じゃあ、前。せーの、60。おお、私はせーの、85。私はせーの、40。わー、優香なんだ。私が、マイカ。マイカ、マイカ。マイカ。私だよ。でも確かに、マイにしては、うん、落ち着いてたから今言われたら100どんな感じなの、ね、うわどっかーどっかーなんて言うんじゃない。なんかもうすごいんじゃない。やばい、やばい。どっかだったけどってことですね。惜しかった皆さん。そう、でも嬉しい。なんかいい感じに、ね、いい感じだったね。絶妙な。じゃあ85ではね、次のいっちゃおう、行きましょう。これ楽しい、うん、楽しいね。楽しいよ、はい、数字もいつか当てるようになりたい。行きますね。どうぞ。バレンタインチョコを相手に渡す時の照れ具合、0、全く照れてない、クール、100、めちゃくちゃ、あ、超めちゃくちゃ、ウルトラスーパー照れて恥ずかしい。うわー、すごい。これはどうやって渡す時の照れ具合、照れ具合、え、どうやって、え、これは何、れ演技、またタレですね。はい、って渡した時の照れ具合、セリフは任せますので。あ、渡す時のね、渡す方だ。はい、じゃあやっていこう。ポイって渡すから、じゃあカメラに向かってしようよ。あ、そうだね。やだ、またそれ気抜かれるんだ、もう。低いのでありますようにお願いします。自分で言ってる。それもそれも、ツンデレって言われるよ。ツンデレって言われるよ、また。じゃあ引きますか、数字、はい、じゃあ数字お願いします、うん、お願いします。お願いします。やばい、なんだろう、なんだろう。じゃあ私は何かで言ってみます。次とかある？いいよ。口、はい、ありがとうございます。あれ、なんか2枚かそう。うわ、そうそう、すごい、数字が見る、見た、あれになってる。本当だ、細かい。おお、細かい。問題は、どこ行った？これごめん。照れ具合ですから、照れ具合低い方がクールです。クールにするってことですね。はい、じゃあ前の準備ができ次第1番行っちゃって、行っちゃってください。はい。3、2、1にしてあげてください。行きます。3、2、1。前全くバレンタインチョコとか作ったことないけど、頑張って作ってみたから、よかったら受け取ってほしいねんけど、受け取ってくれる？うわ、なんか、なんかいいね。なんか嬉しいね。やばいね。どうする？テレ具合。もらうね。テレ具合。もうすごい、もうすごい、もうすごい、すごい。
ねえねえ、昨日ちょっと夜遅くまで頑張って作ったんだけど、よかったら食べてほしいな。もらいますね。ありがとう。やっちゃう。待ってください、たださんのさ萌え台詞じゃん。え、ね、萌え台詞やったらただ垂れてるだけ。ただ垂れてる。え、待って、好き好き、ま、どうしようどうしよう、どうしよう、待って、どうしよう。でもさ、ゆうかがそれでしょ、うん、ゆうかでも、でも待って、でも、え、どうなんだろう、ゆうかちゃんかなり高い気がする、私なんとなく感覚だけど、でもゆうかだよ、ゆうかだよ、待って、もう待って、あんま、あとゆうかそういうのさ、やってるじゃん、うん、そうだよ。でも私行くわ、じゃあ、はい、じゃあ、ももちゃんの告白まで、告白って感じ、告白じゃない、地上、ごめん、地上じゃない、ももちゃんのバレンタインチョコを相手に渡す時の照れ具合まで3、2、1。あのさ、あ、呼び出しちゃってごめんね、あの本当に呼び出しとか本当慣れてなくて、あの本当に、うん、どうしよう、あの本当にごめん、あの食べてほしい、うおーです、声が出ないぐらいこっちがもう受け取るって感じ、はい、ありがとうございます。で、あのこれで走って逃げます、お、大所まで、お、友達いいね、友達結構シチュエーションみんな、でも私いつもこういう感じじゃないから、私の結構多分余裕だから、はい、それ演技だから、お、じゃあ一番、はい、真ん中だと思う人、真ん中だと思う人、私たちの照れ具合がね、真ん中だと思う人を選択してください、お願いします。投票結構難しくない？難しいね。うちらはどう思う？ね、でも舞が一番上だと思うんだよな。やりすぎた？やりすぎた？やりすぎたかもしれないです。いや難しい。自分のあれが分かんない。割れてる、割れてるのか。本当だ。割れ割れなんだ。もう三赤、うん、多いがよく見えるか。あ、赤多く見えない。どうだ？わかんない、難しい、なんか多分そう、基準がもともとなんかどっちかなんだと思う、もうだから自分、うんうん、このゲームは自分をいかに捨てれるかっていうのが大事なんだ、うん、そうだね、私何パーなの、じゃあいきますよ、うん、締め切りまで5、4、3、2、1、終わりです。どうだろう、結果は、わー、2、私一生真ん中って感じ、今のところ一生真ん中って感じ。あ、でもさ、3じゃない、うん、2、あ、真ん中は3、だからももかが、みんなが真ん中だと思うのが、あ、そうだそうだそうだ、みんなが真ん中だと思うのが私ってことでしょ、2ってことですね、ゆかちゃんだと思うってこと、私2の私がメーターの真ん中だと思ってくださった、やばいやばい、頭がやばいです。で、じゃあってことで、じゃあ今から数字をめくって、はい、ゆかちゃんなら皆さん正解です、ね、私が真ん中の3人の真ん中だったら皆さんがもう正解ってことで、ーせーの、もうマイクでいく、いきます、せーの、55、おお、めっちゃ照れてたよね、うん、めっちゃ照れやん、だろそれは、気になるな、その100が、じゃあいきます、私は82、おお、だから私は78、うわ絶妙、嘘でしょ、こんなに刻んでんだ、私が、正解はももかでした、私だったんだ、私だったんだ、でも絶妙だよねこれ、どうだったんだろう、4しか離れてないよ、そうだね、確かに、え、でもゆうかより私の方が照れてる演技っぽかったくない、照れてそうだった、うん、なんかだから間違えてんだね、ことはもう私がダメだったんだ、いやいやいや、なんでそんな仕事なんで、でも私はもうかな、でも前が一番ダメ、じゃあ本当に私ダメだわ、むずいね、難しい、やっぱ、ね、うん、難しいですね、これはちょっとあの自分をあのなくしてちゃんと演技に入らないとダメっていうことが分かったので、また次もやりましょう、次もやりましょう、はい、すごい楽しかった、楽しかったね、早い、はい、なんか盛り上がったね、すっごい楽しかったね、ということで ね、またあの違うお題でもやってみたいと思います、はい、ということで、ございます、以上企画コーナーでした、ありがとうございます、早いものでそろそろエンディングのお時間です、はい、まずはニャジュからのお知らせです、
2月23日金曜日東京国際フォーラムホール A にて開催されるニアリーイコールジョイ2周年コンサートニアリーイコールジョイセカンドアニバーサリープレミアムコンサートのプレイガイドの受付を先着にて販売受付開始中です、はい、さらに2周年コンサートの事前販売グッズの、ラインナップも公開されていますのでぜひチェックよろしくお願いいたします。お願いします。みんなで一緒にニアジョイ2周年をお祝いしましょう。はい、続いてメディア情報です。2月15日木曜日23時から ZIPFM さんのジェネジーに、S ミレノン、S ミレノンちゃん、小沢あゆみちゃん、藤沢莉子ちゃんがゲスト出演いたします。そして2月17日土曜日20時から、FM 福岡さんのカムカム FM 福岡に市原あゆみちゃん、S ミレノンちゃん、村山優香ちゃんがコメント出演します。さらに2月19日月曜日26時30分から MBS ラジオさんの M タウンに S ミレノンちゃん、私、高橋舞と山野アリスちゃんがコメント出演します。そしてさらにあるんですけれども、2月20日、火曜日24時57分から、メーテレさんのボンバー E に S ミレノンちゃん、小沢あゆみちゃん、藤沢莉子ちゃんがコメント出演します、はい、そして、はい、さらに2月23日金曜日17時半から放送予定のテレビ東京さんの歌のサンセットにニアリーイコールジョイも出演させていただきます。はい、嬉しい、ありがとうございます。収録当日は山野アリスちゃんが体調不良だったので10名での出演ですが、頑張ったので皆さんぜひご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして最後に3月14日14日木曜日に、ゼップダイバーシティ東京で開催される東京ガールズガールズにニアリーイコールジョイも出演させていただきます。あ、やった、楽しみですね。はい、チケット抽選販売は2月18日日曜日23時59分までとなっておりますので、ぜひチェックしてくださいね。よろしくお願いします。これ3月14日だからね、あの皆さんからホワイトデーのお返しということで来ていただけたら嬉しいです。いいね、今回ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どのお知らせも詳しくはニアリーイコールジョイ公式サイトや公式 X をチェックしてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは感謝を込めてランキング13位の方からお名前をお呼びします。今からお呼びするのはスタジオで表示されているランキングなので、パソコンやスマホのラグなどでご覧の順位と違ってもご了承ください。それでは発表します。はい、はい、ありがとうございます。お願いします、はい、読ませていただきます。はい、たくさんね、皆さん盛り上げてくださってて、今日はもういっぱい送ってくださってますね。ありがとう。なんか背景も今バレンタインじゃん、かわいいんだよね。もうありがとうございます。では13位の方からいきます。はい、はい、13位キャッパーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位たまちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位翔花さん、ありがとうございます。10位マイジャンのカーイ、ニアリーコールジョイ、ありがとう、ジョイ、ジョイ、ニアリーコールさん、ありがとうございます。と9位萌えぞさん、ありがとうございます。8位陽気なおこじょさん、ありがとうございます。7位カジボーさん、ありがとうございます。6位カンさん、ありがとうございます。5位オベロンさん、ありがとうございます。4位しげちんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位みなとさん、ありがとうございます。ありがとうございます。と2位ひろねこさん、ありがとうございます。ありがとう。そして1位ひずにゃんさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございました。そしてタワーをね、タワーがすごい、あ、バースデーだからなのかな。 ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ということでね、タワーの方がフィズニャンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてミナトさん、ありがとうございます。そしてしげちーさん、ありがとうございます。そしてひろねこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてオベロンさん、ありがとうございます。そしてカンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでたくさん皆さんありがとうございました。ありがとうございました。あとね、コメントとかでもたくさん盛り上げて
くださったのでね、すごい楽しくね、できましたね。ありがとうございます。はい、盛り上がりのね、どうもすごい数まで行けて、本当だ、13,000。大盛り上がりだ。本当にありがとうございます。はい、皆さん、今日のジョイドいかがでしたか？もう最高よね、うん、なんか企画も楽しかったし、うん、なんかバレンタインと誕生日をこう一気にこう凝縮した、うん、すごいなんか楽しい、ね、時間になりました、はい、ありがとうございます。ぜひ今日の感想はハッシュタグジョイドンをつけて SNS に投稿よろしくお願いします。そして次回のジョイドンは2月27日火曜日19時から放送予定です。出演メンバーは決まり次第公式サイトや公式 X でお知らせいたします。画面の右上のハートマークを押してお気に入り登録すると通知が来て忘れず見ることができますので、まだの方はご登録よろしくお願いいたします。お願いします。お誕生日おめでとう。わー、すごい嬉しい。ありがとうございます。やったー。わー、待って、美味しい、すごい、すごい、皆さん見て、ケーキいただきました。ケーキをいただきました。やばいです。ね、このフルーツさ、珍しくない？この、これ、パイナップル？一周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 、めっちゃ甘い香りがする。わー、皆さんおめでとう。もたくさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私、ジョイドン毎回ケーキ食べてるケーキ食べに来てる人じゃないですから。写真撮っときたくない？確かに、そうだね。ちょっと皆さん、ぜひ、いきます。いきます。5 4 3 2 1。マヤさんも来てもらえるあ、はい、公式のイエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで素敵なケーキもいただいて、とても幸せな気持ちになりました。はい、じゃあもうちょっと今日のジョイドは終わっちゃうんですけど、皆さん、今日は見てくださり本当にありがとうございました。ありがとうございました。来週のジョイドもまた見てくださいね。来週じゃない、次回、次回のジョイドンもぜひ見てくださいね。以上、私たち、次回は2月27日、以上、私たちニヤリーコンジョイでした。バイバーイ。ハッピーバレンタイン。ラブ。